はい。えーね、今ね、ちょっと環境設定の動画を撮ろうと思ってね、今回はアスクで色々言われてたんで撮ろうっつって今撮ったんですよ、実は。撮ったんですけど、えー、撮った動画を見直したら、自分の声が入ってなかった。<laughs> はい。ということで、やり直しなので、若干ちょっと巻き気味かつ雑になると思います。えー、いつも動画でかしこまった感じなんで、あー配信みたいにね、やっていこうかなーって、感じかな。 え、で、まあ、ちゃちゃっていっちゃいますわ。え、この辺はね、もう説明しなくていいと思うけど、え、90度の理由は、え、元が90度だったから、え、解像度が1 9 2 0の1 0 8 0なのは、え、敵がでかくて足が遅く見えるから、で、え、決めてます。ただ、高解像度にすればするほど、パソコンが重くなっちゃうので、負荷がかかるので、え、そこだけは気をつけてと。ということで、リフレッシュレートは基本レートで 200fps が出るようにしてると。 でガンマはね、3.0で、えー、そこはモニターの色合いとグラボの設定を見て、まあ、好みで決めてくださいっていう感じですな。で、この右二つ、えー、キャラクター、効果、背景のところは、えー、全部使用しない。えー、手。でね、これ、さっきやってた時にね、あの、これが仕様になってたんだけど、なんかわかんない。なんで、いつの間に誰が変えたんだろうっていう感じなんですけど、まあ、使用しないと。 で、この照明なんですけど、アバ6年近くやってんでね、つい最近、あのー、この複合光源とやらを入れると、あのー、マズルフラッシュ、この銃の先端が光るやつだとか、えー、C4 の光がスモークの中でもチカチカ光るっていうのを知ったので、まあ入れてみましたって感じですかね。で、影を入れてない理由は、まあ配信の時に若干重いっていうのもあるんだけど、あるんだけれども、 えー、まあ、基本的に練習、家での練習では使わずに、えー、相手の姿を見てから反応できる、えー、反応する練習を俺はして、本番では影を入れています。まあ、一応そうじゃなくても、一時期はリアルタイム影入れて、あの影が見えるポジションとかは一応ほとんど把握してるつもりですね。よくある位置なんかは。で、えー、音量は、えー、OS 側で、 a バ a の音量だけ下げて、この交換音ボリュームを100にすることで、えー、爆破でのプレイする、爆破でプレイするとき、爆破をプレイするときにちょうどいい音量になるように設定してます。システムは25。で、今、マウスの戦士は3.7。で、マウス自体の感度は DPI が900。で、反転スムージングなしの え、キー設定はすべて初期。で、これもね、さ、今気づいたんだけど、フレーム安定かなんかしないけど外れてた。最近配信中若干重いなって思ってたんだよね。それでも FPS180 ぐらいは出てたから、まあちょっと、うーん、まあ、どっちがいいのかこれもわかんないけどね。まあ、とりあえず外しててもなんか問題ない感じになってるから今外しとこうかなって感じで。で、この非同期ローディングは、 つけると軽くなるっていう話を聞いたんだけど、なんか体感つけると若干重くなったような気がしたので、もともとね、昔はなかった項目なんで外してますと。えー、自動メッセージはなし、垂直度器なし。で、なんかこの二つは実装された時にも最初からついてたからもうそのままにしてます。特に邪魔にも感じてませんで。補助カメラはね、これは必須の、絶対あった方がいい、あれですね。オプション。 でもクロスエアは真ん中で、あとはデフォーっていう感じです。で、で、本当は俺これを話したくて動画を上げた、上げようとしてるんですけど、あの、YouTube にね、面白いコメントがついてね、まあ最近僕がなかなかプレイしないギャラリーのプレイ動画を、あの、上げた動画のコメントなんですけど、まあこう書いてありました。えノ、ー、ラには出てこないでほしい。 自分勝手な都合だけど、相手が強すぎるとやってて全然楽しくない。とね。まあ、ほんとすっげー人がいるもんだなと、すごいいろんな人がいるんだなと思ったコメントっすね。これはちょっと絶句したというか。例えばね、例えば、俺もリス,リスナーじゃねえ。ユーザーなわけですよ。普通に護衛もやるし、殲滅もやるし、 いつも強い敵とばっかりやれるわけじゃないですよ。四六時中クラン戦があるわけじゃないから。マッチも行くしね。AI もやるし。で、まあ、こんなこと言われたら、もうた、この人は、例えば逆に、俺が、あの、弱い人はね、本当野良に出てこないでほしい。味方にいても敵にいても、なんか萎えるし、つまんないわ。って言ったら、例えばね、そう思ってるわけじゃないよ。言ったら、まあ、どうすんのかと。 いう話ですよねまあ本当にだから何っていう話なんですけど、まあ、びっくりしましたわっていうまあ余談ですねはいということで今回の環境設定編の動画はここまでにしようと思いますお疲れさーんバイバイ